皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、なかなか自信が持てないと思っている人が明日から自信を持てるようになるたった一つのコツということについてお話をしてみたいと思います。この話をしようと思ったきっかけっていうのが、あるクライアントさんとお話をしていて、した話をですね、改めて、こちらのね、動画でお伝えしようかなというふうに思って動画を撮っているわけなんですけれども、少々お付き合いいただければなというふうに思ってます。どちらかっていうと、今日のお話はノウハウそのものっていうよりは、メンタルを整える、ベースになる考え方で、そのメンタルが整ってないと結局事業も当然うまくいかないし、皆さんがね一番欲しいと思ってる集客ですか、そのあたりとかもうまくいきにくい可能性があるので、その根底のメンタルの考え方ですね、それをちょっとお伝えしようかなっていうふうに思ってます。若干辛口かな。なので心臓が弱い人はこれ以上聞かない方がいいかも、ブログになった時には読まない方がいいかもっていう感じで、今日はちょっとお伝えしていこうかなと思います。っていうのが、実際そのクライアントさんに私がちょっとね、辛口でお伝えをしたので、その感情のまま、こちらの動画を撮っているので、そんな伝え方になるかもしれませんけど、ちょっとね大切なことなんで聞いていただければなというふうに思ってます。まずですね、そのきっかけになった話っていうのが、例えば数字の報告であったりとか、行動計画に対してどう動いてるかみたいなチェックもコンサルの中で当然していくんですけども、その時にできていなかったわけですよ。で、そのできてない理由はどうしてなのっていう話をしたら、自信がないからっていうふうに、その方がおっしゃったんですね。自信がないからできなかった。一見すると、例えば自信がないから動けないとか、自信がないから発信できなかったとか、自信がないからやれなかったって、一見なんか筋が通ってる風な、自信がなかったんだ、って、もしかしたら思うような内容かもしれませんけどね、一瞬ふにゃって聞いちゃえばそうねとか思うかもしれないんですけど、私その時に言ったのが、自信がないからできなかったとか、もう意味不明、わけわからないって言ったんですよ本人はね結構しんどかったと思いますけれどもね。だって自信がないからやらないとかって、いや意味不明だと思いませんかなんか同意と同調を求めてしまう。だってね、やったことがないことを仮にやるとか、自分がチャレンジしたことをないやる時っていうのは、初めてだし、これ誰でもそうですけど、自信満々でできる人って基本少ないはずじゃないですか。だから自信がないからやらないんじゃなくて、自信がないからこそやんなきゃいけないんですよ。どっちかというと、やって自信をつけないといけないんですよ。だから、言い訳でしかないわけですよ、やんないことのね、はっきり言ってしまえば。なので、自信がないからやらないは逃げだし、言い訳にもならないっていうことです。言い訳の土俵にも乗ってないっていうことです。だって何もやってないじゃんっていう感じですね。で、その時に言ったのが、自信っていう言葉は、私の方にも書いたんですけども、自分を信じると書いて自信っていう言葉ですよね。だから最低でも自分はできるって信じない限りは動けないから、自信がないからやらない。じゃあ誰かがあなたできますよ、素敵だから頑張ってねと言われれば頑張れるんですか
っていう話になるけど、まあ、そういう人は他人に言われても多分なかなかやらないですよね。で、いいんですよ。他人に言われて頑張れるタイプっていうのもいるのも知ってます。だから褒め上手な先生がいるから、その人に褒められて頑張る人はそういう人についた方がいい。ただしです。自分の中に芯があって、自分で自分の自信を作り続けられる人じゃないと、他者に依存した自信の作り方をしていると、その人がいなくなった途端にできなくなります。そうするとどういう状況になるかっていうと、依存ですね。依存になるんですよ。そうすると絶対自立できない。絶対できないです。褒められるとかの喜びは、自分があった状態でプラスアルファ入ってきたら OK なんですけど、最低でも自分は自分を信じてあげなきゃいけない。自分はできると思う前提で動かない限りは絶対にうまくいかないです。他人が言ってくれたらうまくいくっていうのは幻想です。プラスアルファの力にするのはいいです。私は基本何かをやるとき、新しいことをチャレンジするときにも、絶対にうまくいくって信じて、うまくいく前提で全て動きます。まあ、うまくいくんですけど、で、仮にですよ、それが自分の想像した通りにいかなかった場合にも、それはうまくいかなかったとは思わないんですよ。いかない、このやり方はダメなんだっていうことが分かっただけで、違うやり方でもう一回トライします。だから永遠に失敗っていう言葉はないっていうことですね、私の中では。だからチャレンジし続けるし、というか、まあ成功がベースにあって動くんで、うまくいくんです。うまくいくように努力をします。だからうまくいきます。だから出だしがすでにうまくいくっていうことを信じた状態、自分を信じてる、だから自信があるんです。こう天狗になるっていう自信とよく勘違いする人がいるんですけど、ね、自信過剰とかっていう言葉があるから、あんまりこう何て言うのかな、控えめな文化がある日本人っていうのは、そういうのをこう良しとしない文化があるのかもしれないけれども、自分を信じるってすごく大事なことで、自信過剰と種類が違います。自分を信じてるから、だから行動もできるし、やりきるっていう覚悟をね、することができるんですよ。で、自信がないっていう人に限ってやんないですよ。何も。いや、何もやんないと見えないよね、という、そういう世界ですよね。まあそういうね、また今度はどういうかっていうと、そういう人に限って、いや、高橋さんは何でもできる人だからとかってよく言いますけど、何でも最初からできる人なんて世の中にいないですよ、本当に。私だって初めてやることはやってないから、何かの経験を使って当然やるっていうことはできる可能性は、誰かよりイニシアチブはあるかもしれませんけれども、初めてやることはゼロなんですよね。だから自信とか自信じゃないとかじゃなくて、やるしかないし、チャレンジして、こうなる、こういう自分になりたいって思うから頑張るだけなんで、何でもできるからは、いっぱいチャレンジしたからできるようになっただけで、そこはね、大きな勘違いですよ。だから誰にでもできる可能性はあるし、その時間をどれぐらいかけるかは、もしかしたら器用な人と器用じゃない人っていうのはあるかもしれないけれども、そこをそもそもやらない状態で、自信がないとか言ってみるとか、ね、なんとかさんはできる人だからとか言って、それで自分の可能性を自分で潰すんですよね、そういう方っていうのは。だからそれっていうのは人生に対して逃げてるっていうか、逃げてしかありえないし、その言い訳で全て通るんなら、自信がないって言って何もしないでそこの場所にいればいいじゃないですかっていう感じになりますよね。だから言ってることがおかしいっていうことに気づいてほしいんですよ。自信がないからできないんじゃなくて、やらないから自信が持てないんだっていう、この順序が逆になってる発言を普通にしちゃってるっていうことの思考を変えないと全てがうまくいかないです。
自信は自分を信じるだけだから、だから明日から自信持ちたかったら自分で自分を信じれば明日から自信が持てます。またそうするとね、マインドが高橋さんは強いからとか言うんですけど、いや、マインド弱いと思うんだったら強くなろうと思って強くすればいいだけだしね。だから少なくともやれないって思ってるんだったら、まず一歩でもいいからやろうっていうことです。やれないっていう思考の中で何もやらない人と、やれないかもしれないけど頑張ろうっていうとこから一歩動くから、この一歩ってすごく大きいと思っていて、でその一歩を毎日積み重ねたら、365歩進んでる人と、いや自信がないからやれないですって言ってゼロの人と、どんだけ差がつくかっていう話ですよね。だから自信がないからできないって言ってる人はずっとそこに居続けることになるし、それでは人生も何もかも変わらない。当然教室事業も上向きにはなりません。はっきり言います、これ。やった人はね、やった分だけ変わりますよ、世界が。闇がむしゃらでもいいから、とにかく。で、その軌道修正をするために、いやこっち走っちゃいけないよ、こっち行こうよみたいな、効率よく行く方法を教えてくれるのがコンサルタントですよ。だけどゼロ地点でいる人にコンサルタントは何も言うことはできないです。もしかしてそうね、コーチングとかになるとお尻を叩いてくれたりとか、後ろからこう押し上げてくれるっていうことを期待することで、それをお願いするっていうのもありなのかもしれないですけれども、自分で自立して事業を運営するっていうふうになりたいんだったら、基本的に言い訳をしないということですね。できない理由を探すのが上手な人はいつまでたっても変われないし、自信がついたら変われるっていうんだったら、じゃあ明日から自信持ってやってくださいっていうだけなので、そこはね、自分の人生に甘えちゃいけないですよ。誰それさんはできるから、いやーできてる人ほどね、ものすごい努力してますよ。その人の努力を知った上でそのことをもしも言っているとしたら、それはその人に対して失礼だと思います。まずはやってみてうまくいかなくて自信がなくなったっていうんだったら、まだしもですね、やらない状態で自信がないからやれないとか、もう本当それはね、もうナンセンス、意味不明です 私からすると。それはやってから言ってくれみたいな感じだから、その土俵にも立ててないっていうことを自覚してほしいです。ということで、まとめるとですね、なかなか自信が持てないと思っている人が明日から自信を持てるようになれるたった一つの方法は、あなた自身が自信を持つことです。明日から変われます。自信を持つっていうのは、私を信じる、私できるって信じて動く、ただそれだけです。動いたら世界が変わるから、大抵そういうこと言う人は動かなくて世界が変わってなくて、そんで自信がないとか言ってます。ナンセンスです。意味不明。今日は激辛かもしれないかもしれないけど まあちょっとね、そんなことがあったので、今日はちょっとお伝えしようかなと思って、マインドセットのお話をお届けしてみました。もしやこう耳が痛い耳が痛いって聞いてる人もいるかもしれないけど、最初に言いましたよね、今日辛口ですから耳が痛い人は聞かないでください。でもそういうふうに言っちゃうと聞いちゃうのか、キャッチコピーの あれじゃないけど 聞きたくなっちゃうんだよね。聞かないでくださいって言われると人間聞いちゃって、その効果を狙って言ったわけじゃなくて、本当に心がダメな人は聞かない方がいいかもしれないと思いつつも、言いたくなったんで言っちゃいました。ということで、皆さん、そういう傾向がある方は、ぜひこの時にそういった自分を断ち切って前に進んでください。以上です。それでは。